どこまで広がりを持っているのかと、まあ、これだけで終えてしまうということであれば非常に言ってみれば小粒な事件にとどまってしまうと、そんな印象を持ちますね。電通それから大釣り権というのは実際はこれ放映権の問題で、本丸は何かというとテレビ局なんですよ。そこには行くことはまず日本はないですということで、ここは行かないという、だから打ち方やめのガス抜きで終わるかなと思いますね。各テレビ局は高橋さんにどんだけスポーツ含めてお世話になっているかわからないというイベントで、この25年間全く関わらないできたメディアは一社もありません。ですからそこに深掘りしていくと自分たちに巨大なブーメランが返ってくるのと、これは全部国民の税金なんですよ。国民の税金である以上これを深掘りされると困る、横に広がっても困るということで打ち方やめ。今回逮捕の4人を見てても、あ、広がんないなと、正直なところ。森さんまでは行かない、行かないでしょうねと今思ってます。ただ分かんないですよ、もう吉田裕美さんから名前がガンガン出てますからニーズオペードスタートです。